ドイツ出身、アメリカ合衆国ロサンゼルス育ちのミュージシャン、シンガーソングライター。米西海岸を代表するフォークシンガーとして知られる。2004年、ロックの殿堂入り。支持政党は民主党。1977年頃のフォト生まれは西ドイツのハイデルベルクであるが、1951年に家族でロサンゼルスに移住している。父親は、 ピアノ弾きをしていたため、家ではいつも音楽が流れているような環境だった。また、あまり知られていないが、弟のセベリンも音楽活動をしている。ブラウンにピアノを教えたのも彼であり、ブラウンは彼のことを僕の音楽のヒーローと呼んでいる。66年、彼はニッティグリッティダートバンドに加入し、ゴールデンベアで演奏、ダートバンドワートに、ブラウンの曲をカバーしている。 1967年10月、ニコのデビューソロアルバム、チェルシーガールに、青春の日々が収録される。以来、イーグルスやニッティ・グリッティ・ダート・バンド、トム・ラッシュなどが作品を取り上げ、デビュー前からその名は広く知られていた。1972年、アサイ・ラム・レコードからアルバム、ジャクソン・ブラウン・ファーストで、メジャーデビューを果たす。同アルバムに収録されている、ドクター・マイ・アイズは、 全米シングルチャート第8位のヒットとなった。以後、1974年、レート・フォー・ザ・スカイが14位、1976年、プリテンダーが5位、1978年、孤独なランナーが3位と着実にチャート成績を伸ばし、1980年にリリースしたアルバム、ホールド・アウトで初の全米チャート1位を獲得する。1970年代のブラウンの作品は、 日々の生活の中で感じる苦悩や葛藤、心の痛みなどを歌っており、同世代の人々から高い支持を得た。作詞家としての評価も高く、ローリングストーン氏から1970年代で最も完成された作詞家と評された、ノルウェードランメン公演1982年映画初体験リジモント杯のサウンドトラックに提供された、 誰かが彼女を見つめてるが全米7位となるヒットを記録。1983年にはアルバム愛の死者をリリース。アルバムタイトル曲でもある愛の死者は当時のレーガン政権下で受け入れするアメリカをひねくった内容であった。ブランは非常にリベラルな政治思想の持ち主で民主党の熱心な支持者としても有名である。それ以降、 1986年、ライブズ・イン・ザ・バランス、1989年、ワールド・インモーションと徐々に政治的な内容を多く含む曲を発表するようになる。音楽的な評価は高かったが、セールスには結びつかなかった。また、1979年に、スリーマイル島原子力発電所で起きた、放射能漏れ事故に抗議するイベント。 ノーニュークスを企画したり、1985年には当時ブルース・スプリングスティーンのイーストリートバンドに在籍したスティーブ・バン・ザントが南アフリカ共和国の人種隔離政策が続くことに抗議するために企画したチャリティシングルサンシティ及びアルバムサンシティに参加している。日本では1986年に行われたチャリティコンサートジャパンエイドに参加した。 レコード制作を通して社会的な発言を行うだけではなく実際に様々な行動を起こして積極的に活動している。1990年代に入ってからは1993年アイムアライブ、1996年ルッキングイーストで内政的な曲作りに回帰している。また80年代半ば頃からアルバム制作のインターバルが長くなっており、 あまり多くの作品を発表していない。90年代以降は、スタジオワークよりもコンサートツアーに比重が置かれている。曲作りのスタイルも、バンドメンバーと共にセッションをしながら練り上げていくような、形へと変化していく。また、チャリティーイベントへの参加や、様々なアーティストとのジョイントコンサートなども、積極的に行っている。1997年には、初のベストアルバム。 ベスト・オブ・ジャクソン・ブラウンを発表、新曲も収録されている。1999年、自主レーベル、インサイド・レコーディングスを設立した。2002年、6年振りとなる、オリジナルアルバム、ネイキッド・ライド・ホームを発表。2004年には、親友のブルース・スプリングス・ティーンのプレゼンターにより、ロックの殿堂入りを果たしている。2005年には、 ソロアコースティックツアーの模様を収録したライブ版、ソロアコースティック第一週、2008年には第二週を発売している。そして、同じく2008年には6年振りのスタジオ作品、ノの進む社を発表し、来日公演を行っている。また、2004年と2008年のアメリカ大統領選では、それぞれ民主党のジョン・ケリーとバラク・オバーマへの支持を呼びかけている。 2008年の大統領選で、共和党のジョン・マケイン候補が、孤独なランナーを無断で選挙 CM で使用したとして、マケイン陣営を提訴した。2010年には、シェリル・クローとのジョイントコンサートという形で来日している。前半がブラウン、後半がクロウ、最後に二人で共演という流れだった。2011年には、東日本大震災による福島第一。 原子力発電所事故を受け、MUSE として32年振りとなる半原発コンサートを開催。クロスビー、スティルスナッシュ、ボニー・レッド、ルービー・ブラザーズ、ジョン・ホール、キタローラが参加した。2015年3月、フォーティーンス・アルバム、スタンディング・イン・ザ・ブリーチに伴う7年ぶりの来日公演。2017年10月、デビュー45周年を記念した。 来日公演を開催。詳細はジャクソン・ブラウンの作品を参照順位はすべてビルボード200による最高順位。ありがとうございます。